ブレッツあたり？ベガレイラ。スタオン。あいつはかなり安城の融通きくで。なおもたれくせ。この間デッドオリでも下ろせてなかったやん。あれは直前も直前やったし、無理やビュイックや川田レベルの名手なら乗れる馬よ。あんな直前に乗り換わったら指し物世界の名手も無理があるよ。いきなりエールに乗って5着に入れたマクドナルド騎手すごいよね本当に。そこはあれだけど能力はマジだよね。あれは直前も直前やったし、無理やデュエックや川田レベルの名手なら乗れる馬よ。ブレッツァはルメールじゃなくても世代の力を証明するから見とけよ見とけよ。一番は1週間もないのに安城探さなきゃいけないチェルビニアじゃねえか。仮にルメールじゃなくても視線が1週前に離脱プラス大体の騎手は確保されてる状態はまずいな。頑張れキムテツ、オークンにでも頼む。乗れない定期。ルメールどの辺まで帰ってこられないかな。秋 G1 までには戻れるといいが。直近に G1 控えてるチェルビニアレガレイラとルメールの神操縦が必要そうなブレッツァじゃないの。あとはまだ期間空いてるから騎手の選択肢あるだろうし。ブレッツァはひたすら 10A が最大限ルメール乗せるために共同通信杯かぶる京都記念避けて、サウジとかぶる中山記念も避けて、あとシックスペンスとかぶる阪神大商店も避けるくらいルメール専用ローテ組んだのに災難やな。直近だとレガレイラかな。マジで有力騎手誰もいない。チェルビニアはムルがまだ空いてた気がするし阪神にもいたはず。ルメールクラスの騎手なら完治する前に焦って復帰ってこともないだろうし、早くても宝塚間に合うか。どうかぐらいじゃないかねー。少なくとも春天のブレッツァはめちゃくちゃ困りそうな気がするな。本領は中距離だろうからそこはワンチャン融通効くかもしれないが。スタオンは勝てないのはルメールが悪いせいではないと思うし、やっぱり本当に運が悪いだけなんかね。急な乗り代わりで猶予期間がない4月の G1 全般はきつそう。デッドオリがまるで名手じゃないみたいな。ちゃんと引き継ぎしたら乗れるのはそりゃそう。直前はやっぱり難しすぎる。すまぬ言い方悪かった。時間があれば名手なら乗りこなせるって意味よ。ユエックでも川田でもあの乗り代わりは無理。ある意味では春天で一番人気になるのがほぼ確実になった帝王ロイヤルが困ってるかもしれん。レベルスロマンスが勝ったしロイヤルの調子次第で絶対色になりそう。レガレイラはだいぶ安城弱化すると思う。リーディング上位と短期外国人全部埋まってる。日曜も言われてたけどレガレイラこれで惜しい感じだったら未来永劫、ルメールだったらなって言われ続けるよな。ジャパンカップと桜花賞は騎乗騎手が1週間前に追い切り乗れてたし、またデッドオリのパターンとはまた条件変わってくるわな。切羽詰まってるのはレガレイラだろうな。やっぱマジで有力どころの騎手は埋まってるからヤバそう。サツキ賞に乗り上手いない騎手も一見相手そうに見えてた。上で戦略とかあるだろもう。サツキ賞は裏も重賞なのが辛そうよね。どうせサツキの次はルメールか外国人になる。普段から乗せてくれてるわけでもない。そもそも牝馬でサツキ賞果たして戦略を蹴ってくれる人はいるかといえば、こう挙げられるとマジできついな。特に上2つ、せめて普段からルメール以外ももう少し乗せて勝っとけば、これを機に2番手3番手の立場をとか狙う人もワンチャンいたかもしれないけど、今から戦略断る不義理をしてまで乗るメリットがかなり少なく思える。南部杯のカフェファラオみたいなことになってんな。ブレッツァはまあ間違いなく困るだろうね。あとレガレイラも、両者に言えるのはルメールの離脱を考えずにプランを立てたことだが、まあ普通は予測できんわな。後者はいつまでも依存し続けたツケが回ってきたとも取れるが、言ってしまえば去年の秋天で急遽ドウデュースに乗ることになったと先と一緒だからな。スタオンはドウデュースよりは乗りやすいかもしれんが、緊急点乗りなら個人的にはスタオンの方がきつそう。あのもたれ癖は初見無理すぎる。ちょっとハンドル触っただけで急カーブする車やん。せめてデッドオリが最近日本来て生でスタオンのよれっぷり確認してたらまだしもそれもなかったしな。映像まで確認する時間はなかっただろうし、口頭でよれ癖ありますって聞いてたとしても初見であれはだいぶ難しいわ。ルメールは搬送されてる上に日本語も通じないから細かい癖とか伝えるのも一苦労だろうしな。ブレッツァは竹鹿と先でいいでしょ。これからクラシックの馬はきつそう。チェルビニアはオークスでも継続騎乗してもらう前提だと松山になりそうな気がするな。ルメールは肺に穴開いてたって報道も出たし春前休まであるんじゃなかろうか。春いっぱいかけて直して、夏はフランスでリハビリ検査所して、夏競馬終わる9月から復帰しそう。レガレイラ、桜花賞もサンデーの馬乗るし未来じゃあかんかと思ったけど阪神開催もあるから無理か。よほどのことない限りにはの阪神開催優先だろうし。少なくとも2週間はドバイで休養だから皐月賞までは確定でいない。その後の治療やリハビリや年齢を考えると6月までは厳しそう。影響はかなりでかい。競馬ブックの想定ジャンタル安城未定になってるんだけど、これ川田のエージェント。
競馬ブック、に交渉が、来てるからこうなってる感じなのかね。もしかしたら割と節操なしに声かけてるのかも。ゼガレイラはサヤ当てとかじゃなく本当に思いつかんレベルなのがきついな。そや川田が離脱しても痛手で立党中心に影響はあるが、美穂でルメール離脱するともっと致命的な影響があるんだよな。美穂の調教師たちは一部を除いてルメールにばっか農山の馬回してるからな。ルメール立党所属なのに抜けた時に主に困るの美穂なの面白いな。立党の調教師はある程度自分の意思で馬回す機種決めてるしね。後借りに農山から冷遇されても、つながりの強い個人馬主がいるってのが強い。すっかり頭から抜けてたけどそういや立党かルメール。これがかなりひどい。20年前に竹豊、横山のりひろなどが落馬離脱したら東西の所属陣営が振りを食らうはずなのに、なんでねじれ起こしてるんやって話。ルメールも4歳だからそろそろ後継探さないとな。目前で困っているのはチェルビニアオークスあたりまで困るのがレガレイラかな。皐月賞、桜花賞以外は短期免許と竹志とか戸崎あたりに振り分けてなんとかなる感じなのかな。何が一番あれってルメールの乗る馬は質は抜群に高いんだけど、乗りこなすの実はクソむずい系ばっかりなんだよ。ルメールとか川田とかあのあたりの上位陣のお手馬たちを指して、このクラスのいい馬に乗せてもらえてるから、あんなに勝ててる、同じ馬質なら丸々騎手だってもっと勝てる、みたいに言う人たまに見るけど、乗り難しい馬をそう見せないくらい上手く乗ってるだけですってケースが結構あるから単純にそっくり置き換えられる、もんではないよなおそらく。岡部も代打でスペ乗った時こんな難しい馬だとは思ってなかったって言ってたもんな。岡部さんこんな馬、待機シャトル、に乗ってたら勝てるに決まってるじゃないですか。ってノリさんに言われて、バカ野郎俺がこうなるまで教育したんだよ。って大僧侶が返すのは好き。ルメールと川田から乗り換わった馬って自走普通乗り代わり先がうまく下ろしきれずに敗北って結構見る。その後戻して勝利も結構見る。チェルビニアは偶然奇跡的にムルザバエフが空いてるから意外にもそんな問題ない本当に奇跡的だけど、レガレイラはもう本当に絶望的多分杉原か津村のどっちかだと思うけど、レガレイラ津村はちょっと見てみたい。G2 勝てないのに先に G1 勝つ津村は見たい。関東の成績は悪くないしな、実現するかどうかは別として乗れるなら応援したい。サンデーもしくはキムテツがコンにしてる機種って他に誰がいるっけ。セカンドドライバーの北村、ノット机。サンデーはともかくキムテツコンの機種ってマジでルメールと北村ヒロシくらいじゃね。美穂の機種であげると戸崎やたけしもたまに乗せてるけど大して多くないからお得意様ってほどじゃない。戸崎機種に至っては乗せてはいるけど大抵その限りの場合が多い。天乗りと言っていいのか。アデラーレとかジオグリフとか。レガレイラはルメールだから強気にボバに挑戦する皐月賞だったんだろうけど、相方に戦線離脱されるのは孤立無縁感あるだろう。不謹慎かもしんないけど、どっちにしろルメールだっていつまでも現役でいるわけじゃないんだから。ルメがいなくなった日本競馬界がどうなるか、という疑問の答えが早くも知れるのはそう悪いこと、じゃないのかも。それはその通りなんだけど今からでも怪我したのはドバイの帰り道ってことにできませんかね神様。すでに乗る予定だった DMM の馬がルメールからタケシにスライドって出てるし有力どころはタケシと戸崎が、メインで代打受けそうな、皐月賞だったり関西の騎手も乗りに来る場面あればそちらにもばらけるだろうが。とりあえずモレイラ空いてるレースは片っ端から回ってくるだろう。そうだよなルメールって立党の人だよな美穂だと思ってしまっていた自分がいる。まあリーディングは川田あたりが取るんじゃないかな。海外遠征行きつつも現状3位の戸崎にも少佐だし。モレイラの馬質が偉いことになる？ルメールには気の毒だけど若いのはこれをチャンスだと思って飛躍してほしい。ベテランが固く穴を埋めるのもいいんだけどこういうところで新しい芽が出てきてくれないと。ただ厩舎側が乗せようとしないのがな。コロナで短期外国人がほぼ来なくなった時期ならともかくルメール一人が欠けても若手にチャンスは来ないと思うぞ。地味にアマンテビアンコが誰に回るかが気になってる。美穂だと戸崎、それ以外なら川田とかだと嬉しいね両方とも地方校舎だし。ルメールのエージェント、豊沢信夫、と同じ機種。竹豊浜中卓、泉谷風間竹豊に乗せるか。浜中、やれるのか。まあ竹豊は年もあって最近騎乗は絞りがちだし馬質は上がるだろうけど乗鞍はそんなに増えんかもね。浜中騎手も竹豊騎手も推しの愛、歓喜。まあ、実際はそこまでだろうけどね。特に竹騎手は年もあるだろうし。ルメールにはすごく申し訳ないし嫌いなわけじゃないんだけど、競馬界にとってはいい機会やんけって思ってしまう。短期外国人騎手がコロナで来れなかった時期も若手が活躍したからな。
陣営はどうかわからんが競馬ファンにとっては悪いことばかりじゃない。わかる、決してルメールが嫌いとかはないんだけど、それはそれとして、いびつな依存をしてるようなところはこの機会に見直しなよ。遅かれ早かれ来る未来の話でも、あるし、くらいは思ってしまう。関西メインだからルメールの馬がたくさん流れてくるとかはなさそうだけど、宝塚くらいまでお休みになるん。だったら9割9分川田がもう一回騎手大賞取るだろうな。ルメールと川田って視線上真逆だからお互いに直接勝ちを食い合ってたわけではないし、直接対決だけで言えば、今年は川田に軍配が上がってるはずだからそこまで直接の影響は出ないかもね。これを機に美穂のルメール依存が少しでも改善に向かってほしいとは思う。それはそれとして、ルメール騎手はゆっくり休んでまたターフに戻ってきてほしい。意外とどうにかできたねならそれはそれで望ましいことなんで別にいいのよ。いくらトップ層の騎手だろうが一人抜けただけで右往左往するところを見たいわけじゃないんだ。今までの美穂の様子見てると信用しにくいから近い将来のこと含めて不安になるだけで。短期で頼みの綱として真っ先に選択肢に上がりそうなモレイラは加藤し、先生が確保済みという丁寧な追い打ち。